ございます。まず NHK の令和元年度財務諸表についてでありますが、本日の閣議において NHK 関連について2件の閣議決定を行いました。 NHK の令和元年度財務諸表などを国会に提出することと、合わせて同年度の業務報告書に総務大臣の意見を付して国会へ報告することの2件でございます。総務大臣の意見では、受信料のあり方について、コロナ禍における家計の負担軽減の観点から国民視聴者の期待に応えられるよう早急なる見直しを行うこと、業務受信料ガバナンスの三位一体の改革を進める検討を引き続き実施し、その結果を NHK の次期中期経営計画に反映することなどを求めております。詳細については情報流通行政局にお問い合わせをいただきたいと思います。次に、本日労働力調査結果を公表いたしました。10月の完全失業率は、季節調整値で 3.1%、 前月に比べ 0.1 ポイント上昇し、2ヶ月ぶりの上昇となりました。就業者数は6694万人と、1年前に比べ93万人減少し、7ヶ月連続の減少となりました。また就業者のうち休業者数は170万人と、前月に比べ27万人の減少となりました。新型コロナウイルス感染症の影響は引き続き大きく現れており、今後も十分に注視してまいりたいと思います。詳細は統計局の方にお尋ねいただければと思います。本日、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律が施行となります。それに合わせて電話リレーサービスの具体的な内容を定める基本方針を策定をいたしました。電話リレーサービスは、手話通訳者などが手話または文字と音声を通訳することにより、聴覚や発話に障害のある方に対し、電話による意思疎通を仲介するものであります。本法律により、電話提供事業者からの負担金を原資とした交付金が交付されることとなり、公共インフラとしての電話リレーサービスが実現を見ることになります。総務省では来年度早期のサービス開始に向けて、明日12月2日より来年1月4日まで、この電話リレーサービスを提供する期間および負担金の徴収と交付金の交付を行ってまいります。電話リレーサービス支援機構の機関の申請を受け付けます。電話を利用するすべての国民の方々に密接に関係するサービスが実現することを踏まえ、広くご理解いただくための周知広報などを含め、総務省では電話リレーサービスの実現に向けしっかりと推進してまいります。詳細は総合通信基盤局の方にお尋ねいただけたらと思います。本日は私の方から以上です。ありがとうございます。大臣、12月幹事社の毎日新聞の松倉です。よろしくお願いいたします。幹事社から一問だけお伺いします。先日公表された NHK の令和2年中間決算についてですが、コロナ禍でも増益を確保しましたが、大臣の受け止めと NHK 改革の期待について改めてお伺いします。11月24日公表されたNHK 令和2年の中間決算につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が顕著となっておりまして、受信料収入が7年ぶりに減少する一方、事業支出についても番組制作の縮小等により前年度から238億円縮小したことから、事業収支差金については中間決算として過去最高額である449億円を計上したものと承知をしております。 NHK においては常に私の方からお願いしてますけども、国民視聴者からの受信料で成り立っていることを十分に踏まえ、とりわけこのコロナ禍における家計の負担が重くなっている中、業務の徹底的なスリム化、また受信料の見直しなど、公共放送として
国民視聴者に対して何ができるかを真摯に検討していただきたいというように考えております。ありがとうございます。はい、幹事社以上です。各社さんお願いします。日経新聞の広瀬と申します。よろしくお願いいたします。携帯電話料金について伺います。 NTT ドコモが本体ブランドで大量プランを中心に料金引き下げを検討しているほか、新たなブランドを立ち上げて120GB で3000円前後のプランの導入を検討しているとの報道があります。現時点での大臣の期待と受け止めをお願いいたします。まあ、それぞれの経営戦略に基づいた経営判断だと思いますので、個別なコメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましてもコロナ禍において家計の負担が重くのしかかっている通信料、これを何とか皆さんに対して理解を求め、国民の負担を軽減するために努力していただきたい、ただそれに尽きると思います。国民が実感を軽減されたという実感を、ね、味わっていただけるような環境を作っていただきたい、このことを切にお願いしたい。インプレスのデータ予知の関口と申します。ちょっと我慢がありまして、一問ずつお伺いさせてください。ちょっと先日27日金曜日の会見の中で売り買いの正直具体的な金額を示、それで示されました。でこれ中途解約金や MNP の手数料だというふうに理解しているんですけれども、残された課題はありつつも是正される政策というのはもうすでに走っているものだと思います。でこれをあえて先般紹介された意図や背景というのを改めて教えていただけないでしょうか。走っている政策と思います。もう MLB の手数料をそれ自体がちょっとある意味まやかしなんですね。9500円の中途契約金を やめるという、これは電気通信事業法の改正、2019年に。この法改正以前の方には全部この負担というのは軽減されてないんですよ。それ以降の新規契約の人しか契約、それは適用されないんです。それ以前に契約した人は何の特典もないんですよ。そんなのってありえますか。その点は課題として当時どうされて、それを全然どこの会社も言わないじゃないですか。本当の実態と隠して表の綺麗事ばっかりで国民を欺いてるじゃないですか。残された課題に早くやってる、もちろんそこのところをきちっとやって初めてこうした制度改革に踏み切ったって言えると思うんです。ほとんどの方がその恩恵に預かれない制度は全く回復にはなってないと私は考えています。ありがとうございます。もう一点料金引き下げについて教えていただきたいんですが、競争政策の結果よりも、大臣に求められているのは公共性ですとか、社会への還元というところを唱えて利用者の努力を求められていると思うんですが、制度が伴わない料金引き下げというのは結果的に、短期的にはユーザーにとってはすごく魅力的でも、中長的に見ると例えば MVNO ですとか金利下げの楽天モバイルにとっては非常に影響が大きいのかなというふうに思えるんですが、結果大手3社の河川化をまた後押ししかねない、懸念もあるんですけれども、このあたりの考え方を整理しておいていただけないでしょうか。大手3社の河川化を後押しするわけがないじゃないですか。これがこの異常な状況を正常化するために、その正常な環境を作ろうと我々努力してるんですね。でこれをやったら MVNO の皆さん方が犠牲になるんじゃないかと、とんでもないですよ。全ての移行というか乗り換えのハードルを取っ払うように我々努力してるんです。その一番恩恵を被るのは MVNO の皆さんなんです。一番の恩恵はそこに来ると思いますよ。ですからそれによって初めて公正な市場競争というのが生まれる。私は自分政治や行政の力で値段を上げ下げすることは適切じゃないと思う。我々はとにかく当たり前のですね、競争原理が働く市場というものを作る環境をいかにして作るか、そのことをずっと訴え続けたわけであって、そのためには乗り換えの目に見えない、国民に分かりにくい目に見えない障害というものを取っ払う、これが一番その近道だと判断しているわけですから、 MVNO の皆さんにとっては一番これは恩恵に預かる道だと、このように質問いたしております。
時通信吉本です。お題がありましたが、外出制度についてお伺いしたいんですけれども、指定都市市長会が道府県から政令市に権限移譲する、特別自治市の実現を訴えているんですけれども、大臣の受け止めをお願いします。やはり地方自治、地方団体というのは自主自立、それぞれの価値観に応じ、目的に応じ、それぞれの判断によって、離脱するべきものというのは記されると思うんですけれども、先般、林、そしてまた久本、横浜、神戸市長、両市長はお見えになってその話を聞きました。大都市制度の在り方については、特別市に関するこれまでの検討経緯も踏まえながら、私としては慎重に検討すべきものだというふうに位置づけております。大臣、次の日程もあります。よろしいですか。じゃあ最後にお願いします。衆議院の岡村と申しますけど、先ほど総理ともこの携帯の料金の話をされたようにお聞きしているんですが、総務行政全般について話しました。料金引き下げの件についてもお話しされて、もちろん今後 の進め方について我々としてはこういう方針で臨んでいきたいということをお聞きいたします。それはじゃあ総理からどのような話を、しっかり、国民のためにやっぱりコロナ禍における重要なこれ政策ですから、しっかりと